全盲女子の波平丸です。昨日今日とですね、大阪でミスチルのライブがあるということで、私も昨日たまたまそのライブ会場の近くまで行ってきたんですよね。でライブは5時からなんですけど、もう午前中からね、グッズ販売に向かう人の姿がたくさん見られて、あーライブの日なんだなーっていう雰囲気が漂ってましたね。もうね、その日は電車も本数が増えたりしてね、たくさんの人が集まるっていうことで、まあ大変そうだなーと思ったんですけど、まあ、その一方でなんかすごく羨ましいなーっていうのもありましたね。ミスチルの生歌一回聴いてみたいですね。まあ、ねライブに行くって結構エネルギーもいるかなとは思うんですけどね。まあね、ずっとコロナでね、そういうイベントもできなかったっていうのもあって、まあ、今回はいつも以上に盛り上がるのかななんて思いますけど、まあ、ライブというと私も以前何度か行ったことがありまして、で遠くまで行ったので言うと東京ドームまで行ったことあるんですよね。ポール・マッカートニーを見に行ってきたんですけど、いやーもう東京ドームともなればすごいですね。人がやっぱりね集まりますよね。もうなんでこんなところまで来ちゃったかなって思うようなところもあったんですけどね、まあ、それでもそうして生で歌を聴くっていうのは、もう大嫌いな人混みに耐えるぐらいの価値は十分にあるなって思いますね。まあね、もちろん私見えないので、なんか本当にね、その姿を実際に見るっていうのに比べると、そこにいるんだなっていうのを感じるっていう要素はこうつかみにくいかなっていうのはあるんですけど、それでもやっぱりね、やっぱり生は違うなっていう気持ちにはなりますね。で、コロナでね、やっぱりオンラインライブとかも普通になってきて、それはすごく嬉しいことだなとも思ったんですけどね。まあ、オンラインで見られるっていうのは、こうライブ会場まで行くのがすごくハードル高い私にとってはね。もうね、ライブ行くってなると一人で行くのも結構大変だから、一緒に行ってくれる人探さないとなとかね、いろいろ思ったりしますけど、そういうのがないっていうのでオンラインはいいなと思うし、ね、周りを気にしなくてもいいしね、好きな姿勢で見られるとかいろいろ良さはあるんですけど、それでもね、やっぱりオンラインじゃなくて直接会場まで行きたいなっていう気持ちはありますね。ちょっとね、その人混みに耐えるのか、その、ね、耐えてでも生で見るのか、家で気軽に見るのか、どっちを撮るのかみたいなのはありますけど、そう、私その今回ミスチルのライブが行われてる大阪のスタジアムにも実は行ったことがあって、ね、今から8年ぐらい前ですけど、友達に誘ってもらって関ジャニ∞を見に行ったんですね。でも何が印象的だったかって、もう女の子たちのエネルギーがすごいなと思って、ものすごい歓声に包まれて、いやー若いなーと思ってしまってまあでもね、それぐらいね、歓声を上げられるっていうのは、ね、いいですよね。もう嫌なこととか忘れてね、すごく
いいなと思いますね。なんか私もそんな風に盛り上がれたらいいなぁなんて思うんですけどね。いや、またライブ行きたいですね。ということで今回はライブに関するお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。なみへいまるでした。